なんぼり花盛り花盛りチャンネルふんふん朝岡エンジェイ革命チャンネル始まるよレッツゴー。始まりました。もう突如の撮影ということでね、はいはい、今日はね、なんとあの何をするかと言いますと世界的にも超絶珍しいねこれちょっと浅岡園芸さん見せてもらっていいですか、はい、こんなちょっと大これまゆみちゃんのまゆみちゃんの扇風機の上に置いてあるけどこれはね、うん、ザミオクルカスを、まあ、うち生産してるんですけど、はい、何鉢かな1万葉ぐらいの中から出てきた、うん、このピンクのいやとんでもない美しさそうこれはすごいですこれはすごい一本の茎から、うん、あと葉っぱをだもんで20枚ぐらい取れたのかな、うんうんうん、全部ピンクになってるんで、そう結構な優秀やね優秀ですねそうただこの株以外からは全く出てないんで、うん、あそうこの株だけ奇跡の一株奇跡の一株 そう、それも言ったらこう浅岡園芸さんが海外から、200鉢入れた中の一つ、うんうんうん、そうですね200鉢からあとこう倍にしていった中の一つですね、うん、あそういうことかそうそうもうだから自然に出た変異うん、うん、奇跡の一鉢すごいこの葉っぱの裏のこのピンクの服の入り方そうこれちょっと見てピンクプリンセスみたいなそうそうめちゃくちゃピンク好きの浅岡さんからしたら妖精もね撮影の妖精もうんうんってうなずくほどの美しさいやこれはすごいしかもちょっとさっきねお話ししてたんやけど、うんうん、なんか私たちのイメージやったらこう葉っぱが茎にこう風がしっかりと入ってて、うんうんうん、その成長点から出たものが、うんまあ、麩が入ってるってイメージだったんやけど、うんうん、これってもう葉っぱから芋ができて、うん、芋から芽が出たやつがピンクっていう、そうね、すごいのよ。ようわからん。そう。しかも芋に言ったらあんまりなんていうの？特徴がない。特徴がない。そう。うん、あの麩が入ってるとか他のレイブンと違い、あんま変わらないですね。あんまないですよね。うん。まだだけどこれね小さい幼少期の芋なんで、はいはい、これが大きくなるともしかしたらピンクが出てくるかもしれない。スイカみたいなピンクの丸が入ったらもうそれだけで価値があるよね。確かにそういうこと。芋がかっこよすぎるやん。芋スイカみたいな。いやすごい。これは本当まだ世界的にも珍しいと思う。いや珍しい。もうここにしかない。ないよね。うん、素晴らしい。まあ、それをねちょっと今、はい、先ほどインスタライブの方で抜いてみます。いいのって抜かしてもらってで。それをちょっと浅岡園芸さんがもう猫チップに植えましょうかってちょっと言っていただけたのでちょっともう急遽ね緊急でカメラ回させていただいてます本当にありがとうございます。あ、寒いだどうぞ妖精さん簡単だね、感謝の気持ちは伝えないといけない伝えないといけない本当ありがとうございます。ありがとうございます。早速どれで行かれますか。これそう、はい、猫アントニオジュニアで、ね、ジュニアで、うん、で、まあ今回はこのね、うん小さなチーターはニスのポリポットに植え込んでいただくということでアントニオがアントニオジュニアですね。で、まあ、このぐらいになってくると、うん、くるみここチップ、猫チップ、くるみに向かいます、うん、ここから4号ってなった時にアントニオアントニオ、徐々にね、アップしていく感じ。まあね、あさこさん全部買うてくれてるからそうそうこのね、待ちに待ってたんですよ、この猫チップを、はい、ありがとうございます。いや、ねえ、そう、浅岡さんいつもこれチップって自分でもやってくださってるのに。そうそう、でもね、この感触が違うんですよね、この日向土のこの絡み具合のさ、感触が多分自分でやってる俺チップは、うん、日向土がね、まだ少ないなって感じ。あー、うん、ちゃんときっちり2対1でやってないんで、うん、大体でやってるんで、うん、でこのふわふわな感じがね、そう、嬉しい、いい感じ。ちょっと大きな声で言ってかも気持ちいい気持ちいいってね。では早速これ多分ね、うん、そこ穴から抜けちゃうんで、うん、一応、はい、ネットをね、うん、引いておこうかな。そうやね、うん、これもねスッと出てくるところがかっこいい、ね、全部作ってある。やっぱりこうザミオクルカスって、うん、ポット柔らかい方がいいとかあるんですか。柔らかい方がいいですね。そうなんや。何かというとこの芋がどんどん大きくなってくるんで、
プラバチでだと、まあ、限界が、まあ、プラバチでも結構ぐにゃって変形するんですけど、まあ、ポリポットの方が動きやすいんでね、うん、あんまりストレスね、かからんず大きくなるのかなと。うん、朝岡さんの見た時もポリポットがもうぐにょぐにょになるぐらいこう、うん、中がパンパンになってもて、うん、すごい。ああ、良さそう。よ、ああ。手前味噌だけど、その土。これいいよ。どこのやつですか？どこのやつなんだろうね。手前こう見た目ももうもっと可愛いなって思う。うん。なんか前より、あ、ごめんなさい、その前よりだなって。やめて、可愛い。いいね。可愛い。可愛い。ちょっとあの俺のザミオクルカスのポーズしてもらっていいですか？あ、そうですね。何の時間？何の時間？すごい。いいね。いい、これはいいよ。どんどん行って。どんどん行ってください、もう。ちょっとでかいかな。あのなんかちょっとだけあの気をつけてる点とかあったらあります？あ、ハサミ。うん。ハサミね。聞きたい。そう。そう。多分めっちゃおってやと思うんですよ。あのザミオクルカスを、まあ、このサイズじゃなくても、うんうん、まあ、はざししようって言った人とか、うんうん、これからレイブンをやっぱもう結構パンパンじゃないですか、はいはいはい、購入された方が分けた時に、うんうん、あの結構こういうとこに気をつけて植えてるよとかってあのね、はい、根っこを、まあ、あんまりいじめんように、はい、あの気をつけてますね。なので、ね、こういう長いのでもなんか普通のフィロデンとかああいうやったら切っちゃうんですけど、うんうんうん、ちょっとこれ切るのが怖い感じがする、あ、うん、僕の中ではね、うんうん、だから根っこはあんまりいじらず、うん、もうこの、うん、長いまま植えてあげる。うん、結構ザミオクルカスってまっすぐ下に根っこおります。そうですね、そうだからあの本当はロングポットの方が根っこが下に行くんで、うんうん、ロングポットの方がおすすめかもしれないですね。へ、これちっちゃい時はまだいいけど、うんうんうん、大きくなってきたらロングポットに植え替えてあげた方が、うん、根っこが下に行くんでね。長いロングポットがいいな。そうですね、長い長いロングポット、長い長いです。なんか面白いポイントだった。いやだから、長いロングポットと一緒やんって。赤いですって言ってたもんね。そうなんや。皆さんほな、根っこはねちょっとほな繊細だよっていうことで。ちなみに浅岡さんが取り扱われてるというか、その植え込みに使ったりするロングポットっていうのはあるんですか？うんうん、あ、ありますよ、あります。また後ほど見せていただきます。おすすめがあったらそれはもうね。そうやね、進められるがままにいくから。ちょうどね、植え替えの動画を僕月曜日に出すんですよ、うん、あら撮影したんで。あらららら、そっちの方もね、うん、もちろんそれを見ることそうやね、うん、これはもう本当にもう、うん、興味本位で超絶珍しいね。そう、まあ、こんな貴重な株を植え替えされることはなかなかないと思うんで、まあ、まあでも普通のレイブンでも一緒ってことやもんね。そうですね、うん、一緒ですね。まあ、いやこのね、言うたら一株、うん、一株がすごい貴重な一株だと、うん、そんな花盛りが猫チップの植え込むかって言うてもらうところがまず嬉しいじゃん。いやもうね、やっぱ猫チップはね安心なんですよ。水結構ダーダーかけても、うん、あの腐りも少ないし、うんうん、ただこのね一回ね僕ね3月ぐらいまだすあとそんなに暖かくない時に、うん、猫チップ植えて、うん、でザミオクルカス分解して、はいはい、根っこも結構触って植えたんですよ、うんうん、で水ダーダーかけとったらやっぱそういったね腐っちゃったんですよ。だからその根っこを触ったのと、うん、まだ温度があんまりなかったっていうので、で、植え替えてもその水をあんまり上げすぎんとけば、うん、多分枯れなかったかもしれないけど、うん、もうほんと毎日のように上げとったら、うん、やっぱね、温度の関係で腐っちゃった。うん、そうや、うん、やっぱザミオクルカスってやっぱどういう環境がいいとかあるんですか？暑さとか。暑いのはね、もう大得意なんですよ。真夏でも全然平気なんですけど、うん、ただ水をあげてこの土の中が蒸れるっていうのが嫌いなんで、ほう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 、そう根っこも傷むし芋も傷む可能性があるんで、うん、芋がね、そう、うん、芋と根っこが結局くっついてるっていうかね、もう、うん、芋から芋の上からこれ根っこが出るんですよね。そうね、下じゃなくてね。うん、でも、ね、芋が水分をすごい含んでるんで、うん、あんまり夏場に水が多すぎて蒸れるとやっぱ芋が腐っちゃうっていう原因があるんで、うん、あとやっぱほんな大きくなったらこてつやね。こてつやね。これって、うん、芋のその上から根っこも出てるっていうのは、うん、あのじゃがいもの芽みたいに、うん、その芋のちょんって成長点が上にあるってことですか？
でしょうかね。でしょうかね。でしょうかね。芋の上というよりも茎の下っていうイメージなんじゃないですか。根っこの出る。ああ、そういうことね。芋は芋、茎は茎っていう考え方。そういうことか。うん、こんな感じですか。いや、あお前はさっきも私も忘れて。10万円か。10万円。やらしいこと言うたな。かわいいわ。かわいい。そうやったらほんなら植え替えてすぐは水をちょっと控えた方がいい。一回ガツンと上げて、うんうん、その後はちょっと1ヶ月ぐらいやらなくてもいいと思います。あ、放置気味でね。放置気味で。すごい、あ、いい感じ。収まり。これはまだ芋ができて芽が出てないよっていう状態やもんね。そうですね。こっからもう可愛いピンクがスポンと出てきてくれたら、いや素晴らしい。ついでにちょっと中の芋が大きくなったやつもちょっと見てみましょう。はい、よろしいんですか。ありがとうございます。どんどん行くぜ。じゃあ、妖精さん気をつけて、足元気をつけてね、妖精さん。はい、これは、はいはい、芋を出して植えた、あえてあえてね、うん、土の中じゃなくて、あえて上に出して、まあ、開墾植物みたいな雰囲気にしたいなと思ってやったものなんですけど、こういう植え方もできるんですけど、ただね、やっぱそのこの種苗元の現地の人が、韓国の人が来た時に、うん、まあ、光があんまり芋に当たりすぎるとちょっと劣化しちゃうんじゃないかっていう懸念もしてたんで、もともとはもう完全に土中に入ってる、うん、そうですね、そうね。で、これはね、水耕、水耕もうほんとね、あの土から外してもうただ水にポンって入れただけで、うん、もうだからこれ半年以上このままなんですよ。へえ、だから水耕でも別にいけちゃうんですよ、ね、うん、これはレイブやね。レイブ生育というか、どっちが早いとかあるんですか。あ、でも土の方が早そう。 あんまり保っとるだけでも水耕でいけるっていうんやったら別に埋もれる。あ、でもちょっとは そうね、根っこがちょっとね、やっぱこう水が多いと。あ、これはね、あ、そういう意味。そうそう、これはもう硬くなってくる。こっちもどんどん新しい芋ができてきてるってことだもんね。そうですね、そう。すごい、何でもいける。何でもいけるやん。芽が出、あ、もうちょっと、あ、もう、あ、来てるかな。でも来そうやね。全然芋自体がしっかり、うわー、なんか怖いぐらいやけど。どっち向きかわからん。でもむっちゃ可愛いんやけど、ここから出とるやつ、ほら。ちっちゃい。かわー。こんな、な、こんなレイブンすごくない？うん。可愛い。すごいな。なんかこう、イメージと違うかと、こう横になんか芋が伸びていって、こういうイメージやったんやけど、これ上になんか積まれていってるね。そうやな。なんか。登っていってる。登っていってる。なんやろ。自分に着生してるっていう雰囲気があるよね。すごい。かっこいい。これ、かっこいい。ね、根っこ、本当この上からこれだけ出てるだけで、うん、でも根っこが水に浸かってなくても生きてるんで、やっぱり芋の力が強いですね。で、これがさっきのピンクの、おー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 、親元っていうかね。あ、そう、触っちゃって大丈夫なんですか。大丈夫大丈夫。今から？こんな、いろんな色が。うわー、これ夢ある。これは最高じゃないですか、これ。夢ある。やろ、すごい、チリ風。これは、これ何？あ、切った。これは切ったっけ。その方向行くか。初めて見たでと思って。ハウラはこんな感じ。わ、ハウラもいい。やり方はね、これでね、ザミオクルカスの振り方は、あ、振りの増やし方は、振り方は、あの浅岡英樹さんのね、元スカグメチャンネルでちゃんとあの2週にわたって教えてくれとうから、振り方みんなちゃんと勉強して。向こうもちょっと、はい、はい、見たい。今回はザミオクルカス会やで。ザミオ会やね。嬉しい。もう欲しがらせる。欲しがらせる。いやいや、でもこうやって欲しいなって思った時に、何がすごいって朝岡さんって結構すごい量出してくれとってやから、そういうことや、ね、どこに行ってもあるんですよ。そう、それがすごい。さ、でっかい葉っぱになる。わー、強烈やね。これはね、4年前に一番初めに買った株をずっと育て続けてる、うん、ピカピカやもんな。でもこっからどんどん黒くなっていくってことだよね。そうそう、この色ぐらいまでやっぱなるんやんね。それもヤタガラス。ヤタガラスってどういう意味？元カスレイブン。あ、レイブンってそういう意味なの。カラスや。こんなでっかい。そういうこと。もうだってここからさ、黒くなるって正直想像できひんじゃないですか。そう最初の新芽の綺麗な緑から。いや、この小さい、大きいのも小さいのも魅力的よね、うん、こう小さくてギュッとなってるのはもう芋がまだちょっと小さめっていうことなんですか。そういう意味ではない。あ、こういうの。そう、このさ、
緑から黒になりかけてる時のこの美しさ、美しい、素晴らしすぎん、これ見て、アップで見てもらって、うわいいよ、ハルピと同じような感じやろ、どういうこと、わからん、緑と黒の間間、ちょっと待って、今からハルピ綺麗になっていくな、うん、綺麗になっていくから、そうやね、今からやっとな、やっとね、シミ取りレーザーしたろかよ何の話、 YouTube で、いやでも綺麗で、ほんまこれすごいね、まあ、これが親木で、うん、これをどんどんこうカットして刺したりとか、葉っぱを水刺しにして芋を作るっていう、芋出ししよう、だから成長期はもうほんと春と秋、もう年に2回しか動かないんで、うん、ああそういうこと、そうですね、もう 夏は暑すぎて止まっちゃいますし、冬はまあ寒くて止まっちゃうん で、うん、で秋と冬に伸びたところをまつまつ切って増やす感じですね、うん、なんかこの間何かのうん、まあ YouTube か何かで朝岡さんが植え替えたら動くかもって言ってはったのは、うん、そうそうそう、どういうとね、この季節の変わり目に、うん、根っこがパンパンになってる時に植え替えてあげると、うんうん、よし今だって言って根っこを生やすんで、あれそれいつ、いや何かで見たすごいね、そう、記憶力だね、そう、それはあすごいと思って、いやどういうことなんやろって思って、うんうん、なんで植え替えることで動くんやろうってちょっと疑問になったから聞かなと思ってて、よかった今聞けて、そうそうそう、へえ、だから植え替えは、うん、まあ春か秋の、うん、まあ、初めの辺、ええ時、季節の間で植え込むものは何がええんか言うたらね、何がええんか言うたら、もちろんね、こっち、ありがとうございます、もう言わしちゃっていや違う違う、自らの心の声がね漏れちゃっただけやから、漏れた、そんなの言わしただなんて、ありがとうございます、本当にもう、これはもうその伸びたやつをカットした後ってことだ、そうですね、例えばこれを切って刺したら発根するの、発根します、へえ、やって向こうにありますね、見たい見たい、これを切って刺したら発根するということの現物を見に行きます、ここもいけるってことだね、こいつはねもうダメなんで、あこれはダメない、こいつは切った後なんで、途中は無理ってこと、例えばこの、そう途中は無理、節管というかここを腕やろうと思っても無理、ここは無理、もうこの上の葉っぱが残ってないと無理ですね、あはあ、そうそうそう、そういうこと、うん、葉っぱに芋になる何かがあるってことやろか、そうですね、そうそう、はあ勉強なる、えこれはグリーン、これグリーン、あこれはグリーンだよね、やっぱ成長速度ってだいぶ違いますか、いやでもねあんまり変わらない、あ変わらんねや、うん、おなれいぶん優秀やん、優秀やな、ああめちゃくちゃ優秀じゃない、そう、あこれこれこれよくわかる、ほら、はいはい、シンバがほらめっちゃ緑、めっちゃ緑、えこれレイブンはその先祖返りとか、うん、そういうことはもう全然ないんですか、先祖返りはないですね、この真緑のままになることがない、あ必ずこうやって黒くなる、優秀すごいねすごい植物、大体何でもかんでも元に戻っていったりするもんや、うん、でも慣れへんな、もしこの緑のまま色が変わらないっていう場合は、うん、多分肥料切れとか、うん、根詰まりとかの可能性があるんで、これはいいヒントやね、いいヒント、うん、それを猫チップに植えてあげると、え、あ、ごめんなさい聞こえんかった、ごめんなさい、うん、猫チップ、あ、ありがとうございます、猫チップに植え替える、猫チップに植え替えてあげて肥料をあげると、うれしい、いい感じになってます、まあでもあの家庭園芸の中で一番こう説明が難しいのが肥料を与えてくださいねっていうの、量にしても何をやったらいいのかっていうのにしても結構伝えるのが難しくて、そのあたりもこう解決していけたらいいなと思うんですけど、浅岡さんとこはこの頃にあげる肥料っていうのは何、肥料はうちはねその IB 化石っていう、まあ、JA で販売されている、まあ、農家用の肥料ですね、あでその NPK 窒素リン酸カリが10-10-10のものなんです、うん、にあれ尿素でしたっけ、そうです ね、そうそう、三菱化学かなんかの製品なのよね、うん、その IB っていうのはね、でこれがいちご、いちご、そう、いちごの肥料を混ぜて、まあ、マグアンプとやったやつ、うわもうすごいぞこれ、これね、ムキムキなんやけど、どういうこと、これね、春に植え替えた 2.5 寸のポット、これくらいのポットを、春に植え替えて、でいちごの肥料とマグアンプを入れたもの、あ、それを試してみているわけですね、これ野菜の野菜肥料は、うん、どれがヒットするか正直分からへんもんね、言ったらこれマイガーデン、マイガーデンちょっとマイガーデンとそのマグアンプのブレンドってことです、そうですね、マグアンプはとりあえず入ってると、マグアンプ入ってる、それでこれ前側で、うん、
優秀じゃない。ほんとね、もうちょっと植え替えちゃったやつもあるんですけど、うんうん、やっぱね、その3つ比べたらマイガーデンが一番良かったですね。猫ティップ猫ティップ猫ティップ軸が猫チップ軸が猫チップ、うん、で、肥料をいろいろ試してるよって。そうそうそう、そうでないと分からない分からない、軸を決める。いや、これはね、ほんとね、花森屋さんのあの YouTube 見てマグアンプと何でもいいよっていうのをちょっと実践してみようかなと、うん、で、ホームセンターで買えるもので買ってきて、うん、うわやって、で、まあ、ちょっとパッと見た感じやっぱりマイガーデン、マイガーデンが一番そう、うん、良かったかなって感じだ。すごい、ちゃんと猫タンちゃんとしてるね、猫タンちゃんとしてるんです、猫タンすごい面白い。ちょっとほんなクッキー見せてもらおうか。はい、吹き出ししたやつがどうなるのかと、ね、うん、気になる。見せていただきましょう。いやいやいや、もうはあ、かわいい。もうほんとこれプツンって切って水に入れただけ、うん、すごい発根する。そう、あ、でもしかももう芋になってきてる、ね、え、あ、ちょっとかわいい、かわいい。え、ちょっと待って、たまたま葉っぱの時は葉っぱに対して1個の芋できてたけど、うん、茎やったらいっぱい芋できてる。そうなんですよね。葉のだけできるんですよ。そういうこと。俺もね、今そう思った。今ね、いや、ちょっと待って、いや、俺も、いや、え、待って待って、ダンスやから、ダンスやから。ちょっと待って、3人とも思ったことも同じ。違う、あの、なんで違うって言うの。違うと思う。ひどい、ダンスやから。ずるい、私も思ったもん葉の数だけ玉が。そうやね、うん、でもほんまにそうかも。そうやね、うん、繋がって数えてみるか。 1,2,3,4,5,6 やから、1,2,3,4,5。あ、まあ、あるある、6やわ、多分、うん、え、革命。あ、だから葉差しができるっていうことなんよね。あ、葉っぱがないと無理っていうのもそういうこと。そういう理屈なんだ、繋がってるってこと。え、ちょ、何枚ある、これ1,2,3,4 1,2,3。ちっちゃいのがどっか、あ、ここのちっちゃいのがおるから、はぁ、4 4。すごいね、すごいね、今すごいこと聞いちゃったね。これを土に植えたものがこれになる、うん、はいはい、土に植えて、うん、3ヶ月ぐらいどうなってるの、多分たっとる、3、4ヶ月ぐらいたっとると思うけど、うん、ちょっと中見てみましょう。見たい。うわ、うわ、芋でっか。そう、土に植えた瞬間にガッと大きくなるんですか。なるんですよね。え、こんな、そうそうそう、え、そ、もそれは4本、これね、してる感じかな。うん、そうだね、4本。あ、違う違う違う、これ3本だと思う。3本やけど4本目が出てるんか、新しい、うん、これ1個の芋からこれ2つ出てるんで、うん、これは元々のやつってこと。あ、だこれ3本だね。これを、これは新しく出てや、はぁ、植え替えてから3枚、うん、ブリアン、そうそうそう、面白い。だから芋はな、同じやもんな、うん、ピンクの、ピンクのトーンと一緒、うん、入れてあげて。いや、入れようと思ったけど入らんかった。それ、もう一回それに植えるんですか。これはちょっと、あの猫チップに植え替えます。あ、そ、ちょっとやりません、向こうで、はい、ちょっとやりたい、うん、どうなっとんか見たい、うん、これはなんか緊急用 で作ってるやつなんですか。この場所にあるやつ。これ、そうですね、ちょっと実験っていうか、実験、うん、まあ、いろんなことされてますもんね、これ。水差しとか、これちょっと面白い。これをスキンダップとする。それは、そう、うん、とかね、ダークナーとか、メイさんがくれたやつ。スキンダップとする、黒のさ。あ、お、水いけ、これ登るんですよ。あ、登ります。意外と登る、うん、あ、めっちゃ出てる。トレビかっこいいですね。雰囲気が似てるんですか、うん、こう歯が黒くなって、うん、あ、そういうことね、だんだんスキンダップたちの背に登ったらでかくなる。うーん、の葉っぱ、わ、そう、あ、かっこいい、かわいい。これでも、これね、今ちょっとふと思ったのは、うんうん、葉差しと浮き差しやったら成功率で言ったら、うん、ね、でもね、どっちも結構変わらない。あ、そのザブッと、あ、これこれ、うん、ザブッと入ってるやつ、うわこれも可愛いな。これ浅野子さん、これは葉差しができるっていうのは、うん、どこで知ったんですか。それはね、あんまり言いたくないけど、YouTube で。YouTube で誰かがやってる、タイの人がやってて、こうやってまとめてバーって入れて、
そしたら1ヶ月後こうワッて出しとったら、うん、おおなんだこれってなって、そ私も昔見たことあるのは、うん、あの発泡スチロールに横にこうガーって刺していって、うん、でつけ浮かしとくんですよ水に、うんうんうん、ほんなら全部出てるっていうのは見たことあって、あそうでもこうまとめてでもいけるんだったら絶対こっちの方がスクラム組んでね、そうそう、はい、スクラム組んで、ね、早速ハルピのザミアコルボからその風量全部丸ハゲにして、うん、丸ハゲにして茎は出ない、丸ハゲにして茎が肌出てきますね、肌するために全部葉っぱを落としてこうする、うん、で茎切る、うん、刺すってしても多分出ない、出ない、ね、出ないか、やっぱ葉っぱがリンクしとるよね、はぁ、そうだ、やろうぜ、やろう、うん、帰ってすぐやろう、畑にもあるし、畑にもあるし、どういうこと、どういうこと、畑に生えてるコーヒーの木も、うん、もう生産やめるんで、あ、やめるんで、そうなんね、あれしてくださいよ、あのコーヒーの木、斑入りを生産してください、斑入りね、一個あってよ、どっか、めちゃくちゃ綺麗よね、綺麗ですね、うん、浅岡さんに預けちゃおうかな、あ、しとたな、買っちゃう、斑入りあれって、さつきができるんですか、あー、でもね、コーヒーのさつきはね、あんまりうまくつかないですよ、未生、未生ですよ、ほんなら身に出るまで頑張らな、そういうこと聞いてよかった、刺してみようかなと思っとったから、ああ未生しよう、未生しよう、じゃあ無労働思ったけど、うん、あの身が取れるまで俺育てるわ、うん、育てましょう、で種取ったら、うん、あの浅岡さんとこ持ってきて作ってください、一棚作ってください、これあロング、これぐらいがいい、バラさないんですか、これね、バラさない、あ、うん、そうなんや、でもそう、あと今度上がる YouTube は、うん、その芋をでかくするために分解して、うん、例えばこれに一つだけ植えてみて、実は私もそっちでやってるんですけど、うんうんうん、これさ、一つの芋からどんどこどんどこ出てくる、そう、で出てきますね、 芽は出てきますね、芋がでかくなればなるほど出やすくなるんで、うんうん、いや、こう言ったらさ、いや、ちょっとバラしたかったなと思う、いや、これはなんでかって言ったら、うん、さっきのこの一本に対して、うん、いっぱい芋がモコモコモコってついとったじゃないですか、うんうん、あれがどうなっとんかなってちょっと気になって、あ、そういうことね、うん、バラしてもいい、あ、ちょっとどこで、あ、それでもあれ、まだあれまでパレット的な、なんか、あ、ナイス、はい、ありがとうございます、バラさせてもらおう、うん、結構しっかり絡んでるから、まあさっき言われたように多分根っこをいじらん方がいいよってことだよね、そうだね、あんまり、それで、うん、あのバラしたくないよっていうことやったよね、すっごい組み込まれとん、ポットをね変形させるぐらいの力で生育してるから、うん、そのね芋があの連なってボコボコボコってなっとったやつがどうなってるんだろうっていう、取れるかな、ちょっとこの芋むちゃくちゃ大きくなってない、あ、取れた取れた、すっといった、はい、た、なんかパズルみたいにひっついてる、どうしょ、変形してね、くっついてるんで、でもその例えばいっぱい出たけど大きくなってるのは1個だけっていうイメージやろか、1個だけっていうかくっつくんじゃん、あのままこうブーッと大きくなって、あ、確かにギューッとくっついて、ブーッと大きくなってギューッとくっついてってなっていってる形、そうやね、ボコボコしてるもんね、うん、そういうことか、だっていっぱいあったはずやもんね、ここに、うん、っ残ったんが1個だけというよりも、うん、合体してくっついていってって感じの方が、確かに確かに違う、うん、1個1個の輪郭あるもん、 ここが、うんうん、そうやね、ほんならだからこういうなんて言ったんやろ、枝で刺した時は、うん、いきなり大きな芋ができるってことやろか、その数ができて合体するから、うん、そんな気がするね、あ、今パキって言った、まあいい、よいしょ、ちょっと待って、頑張れ、おー、来た、あー、来た、ちょっとまだこれはさ、合体する前の状態、あー、確かに、ほあやと思う、こっから今からぐーっと押さえつけられることで、はい、うん、合体していくってことかな、そういうことや、そういうことやね、うん、面白い、むしろ合体してるけど元々は1個やけど、こうモコ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 ってなっとるだけでシワが伸びていくようなイメージ、そういうことなんじゃない、はあ、
これはだから新芽あるとでも新芽だから分解できへんってことなんです、うん、そうそうだね、うんうん、この大きな芋、うんうん、だからこれもほらもうくっついて1個になってるなってるもんね。そういうこと。めっちゃ面白い。すごいこうやって考えながら見るとほんま面白いね。いや面白い面白かった。猫団偉いやろ。猫団偉い、うん、エラーなのです。ほんまか嘘か知らんけど、ほんまか、これはほんまか嘘か全然まことの情報ではない。そうでもそういう風に見える見えるね、うん、だって一個やもん。その途中やもん。途中やもんね。これその途中まさに、うん、あほらほらこの切れ目がぐーっとひっついて、まあ、ある程度の圧力は必要なんやろか。圧力、いや要は土圧という、土圧というかこうどうなるね。いやいらんのかな。そうだ、いやいらんのはいらんと思うで。伸び伸びでもいけるんやろか、うん、すごい。じゃあちょっと、はい、よろしくお願いします、はい、すいません分解しちゃって。いいこれがこれはちょっとアントニオ、アントニオ、うん、あーいい、ちょっと大きめでね。素晴らしい、ちょうどええ、ちょうどいい。これ元肥的なのは入れないかな。いや入れようかね、せっかくで。マイガーデン今おすすめです。そうやね、マイガーデン、マイガーデン、だって実績出てたもんね。確かにそうですね。これはマグワンプとマイガーデン、ね、そうですね。パラパラと、うん、もっと、いや、入れやすそう、うん、これやろうかな。真似しちゃおうかな。これ深植えがいい、浅植えがいい。これはね、そう深植えがいいですね。深植えがいい。そうなぜかというと、これ茎がもう芋の中から出てきてるんで、うん、もうクラクラなんですよね。だからこいつをね支えてあげるためにちょっと深植えしてあげた方が。ほう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 。ほんまにカラジウムとかでも同じで、うんうんうん、芋から出てくんねんけど、芋の位置が浅かったら新しく出た芽めっちゃグラグラすんのよ。そういうことね。植えてあげないといけないっていうのはある。あの芋の植物の共通事項。あーでも本当こう分解してこれぐらいでいいぐらいだね。ごめんなさいね、私もいいなって思った。うん、ちょうど可愛いよね、バランスが。うん、いや多分これ別に1本でも全然可愛いと思う。いやいけるね、うん、ちょうどいいよ。またもうアントニオともぴったりや、相性が抜群やな。これ猫チップっていいね。いいね。僕長い間いいね、新品の猫チップ触ってへんねん。確かに触らせてくれへん。私も長い間ちゃんとしたアントニオ触って ない。アントニオ羨ましい。いやもうようなどんどんこれ実は良くなっていってるんですよ。ああそうなんですね。工程を増やしたりして良くなっていってて、精度をどんどん上げて。見てはいるけど使ってはいない。使ってない。いやかっこいいよね、別に1個でも。これ全然いい。全然かっこいい。で、うん、こっから測りが、そう増えていくんがやっぱ嬉しいし。めっちゃいいじゃん。すごいね。嬉しい。やっぱこれ4号やね。ん？え、なよ？これ誰に？プレゼントと。ザメをこらます。言ってみようか。コメント欄で欲しい人書いてくれたら、あのこの中でこのザミオクルカスを送るって。送るプレゼントする。いやまだ決まってない。決まってない。みんなちょっとね。コメント欄でこれが出た、この動画が出た時に、うん、畑岡園芸さん大あ朝岡園芸さん大好きだよっていうのをコメント欄にガーって入れて、うん、抽選。もうインスタグラムで抽選。はい、はい、あ、お帰りなさいませ。違うポット、うん、勝ちがなかったんで。あ、いえいえ、もう何でも、うん、2名さん、3名さん、ね、あ、プレゼント、え、なんか、いいよ、いいよ、全然。え、え、あ、そう、終わりました。ありがとうございます。全然いいよこの動画とね、はい、あ、ちょっと、あ、お電話、ちょっと、いや素晴らしい、ありがとうございます。この動画と、はい、この前の朝岡園芸さんの、うん、植え替えの動画を両方見たよっていうコメントを入れてくれた方、うん、で朝岡園芸さん花盛りは大好きだよって入れてくれた方の中から抽選で3名様に、はい、もうザミオクルカスのレイム猫チップ仕立て送っちゃう。朝岡様が植え替えたもの、そう猫チップに売られているもの、で花盛りはがほぐしたもんっていうのね。この3株猫ちゃん何にもしてない。猫ちゃんは横でね、あの研究しとったからね。これをちょっとみんな送っちゃうということで、
いいね、じゃあ、あのアロイザーズうちわとシールとかね。うわありがとうございます、ありがとうございます、入れておきましょうかね。激アツ、激アツ、激アツ、いや、嬉しいね。いや、こういうプレミアムなんかすごくいいじゃん。す素晴らしい、ありがとうございます。本当にザミオコルカスのほとんどを見ました。日差し、日差し、でこその芋の出方、うん、で芋が合体してるか否やっていう話と、でそれぞれの兜を全部見て、ほんでからプレゼントやるんですか。ちょっと強引やったけどね。まあまあ、よかった、よかった、本当に、うん、まあ植え替えて多分そんなに日が経ってない状態で送ることになると思うんやけど、あの皆さんのお家で楽しんでもらえたらなと思います。本当に猫チップで朝岡さんのブレンドの肥料が入ってるから、うん、もうすごいバッチリ安心リ。でもこれはもうみんな真似できるから、うん、マイガーデン、マグアンプとマイガーデン、うんうん、みんな真似できるんでね、ぜひやってみてください。ありがとうございます、ありがとうございました。もう急遽ね、このザミオクル、あ、この大事な大事なピンクの、うん、このピンクのね、ザミオクルカスを植え替えるというところから、うん、急遽始まった YouTube なんやけど、まあ、こんなんちょっとみんな普通なかなか見られへん で、うん、で見れてよかったなと思った。そこのあなた、あ、グッドボタン押してね。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。いや、本当朝岡さんありがとうございました。いい、ありがとうございました。しかもめっちゃ楽しかったです。プレゼントまで提供してて、ね、で俺のシリーズ、ね、俺のシリーズ、はい、来年俺のシリーズとして出ます。そう、あ、よろしくお願いします。よろしくらいは出したいな。いやー、ね、めっちゃ楽しみ。もう一緒にもうやっていきたい。俺のシリーズにこれが入るかどうかっていうのは交互期待ですね。交互期待、入った時にはもうドキドキしちゃうよね。ドキしちゃう、ね、そうだったらね、俺のシリーズは花の千倍という千倍というそうですね、あ、はい、それでいきましょう。もう、はい、すごい商談ありがとうございます。俺のシリーズは猫チップで植えたものを俺のシリーズです。 ありがとう、嬉しい。泣いちゃう、泣いちゃう、大好きやね。じゃあね、世界中の皆さんに、はい、その植物を届けられるように僕らの力をつけていきたいと思います、はい、頑張ります。よろしくお願いします。ということで皆さん、また次の動画か YouTube でお会いしましょう。みんな大好きだよ。ありがとうございました。ありがとう。プレゼント。